どうも、嵐666です。今日は静粛性の高いマフラーの第2弾をお届けしたいと思います。これが純正のマフラーになります。オレンジ部分のマフラーガードはカットしておきました。これが前回製作した純正マフラーからの排気口にエアエレメントサイレンサーをつけたものになります。これが今回つけるエレメントです。見ていただいても分かるようにかなり大きなサイズになります。純正マフラーを外して駅マニの型取りをします。エレメント側のマウントを切り出しました。さっき作った駅マニにエレメントのマウントを溶接していきます。エレメントサイレンサーのマニーホールドができました。次にこれなんですけれども、これは家に転がってた原付の純正マフラーなんです。これを見ちゃうと気になりますよね。最初にちょっとお伝えしたいのですが、これは音は静かになるかもしれませんが、重さ的に実用性はほとんどないと思います。ただただ気になって、これをつけたらどれぐらい静かになるのか皆さんもちょっと興味があるところではないでしょうか。これは今エレメントマフラーを組んでいるところなんですが、今回は純正マフラーから延長するのではなく、駅マニからダイレクトにエレメントに装着します。装着完了です。次に原付バイクの純正マフラーを装着してみます。
ちらも装着完了です。さあ今から全部のマフラーの音比べをしていきたいと思います。まずは純正マフラーから。次に前回製作したミニエレメントマフラーです。次はダイレクトエレメントマフラー。さあ最後はおふざけマフラーです。おっと、やはりかなり静かですね。はい、吹かした時もマフラーの音よりも吸気音の方が大きく聞こえるぐらいですね。ではこのふざけマフラーで実際に草刈りをしてみましょう。最後にダイレクトエレメントを30分ほど使用したのですが、いきなりダイレクトのためか中のフィルターが燃えてしまいました。やはり最初のエレメントマフラーのように純正品のサイレンサーとして使った方がかなり静かになったかもしれませんね。今回の結果はいかがだったでしょう。意外におふざけで作った原付バイクの純正マフラーの装着が一番静かではありましたが、重さをもう少し改善できたら無敵ではないでしょうか。さあいかがだったでしょう。今回はここまでです。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではバイバイ。